総理大臣補佐官とは内閣官房の官職の一つ。内閣総理大臣のスタッフとして内閣の特定の重要政策の企画立案に当たることを職務とする。通称は総理大臣補佐官、首相補佐官、内閣官房に設置され定員は5人以内である。以前の内閣法の規定では、 内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を愚申することとされていたが、アドバイザー的な役割にとどまり不十分であるとして、機能強化を求める声があった。2014年の一部改正により、その職務は国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の、 内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について内閣総理大臣を補佐することと改められた。また内閣総理大臣は内閣総理大臣補佐官の中から国家安全保障に関する重要政策を担当するものを指定するものとした。任免は内閣総理大臣の申し出により内閣においてなされる。 任命に際しては、担当事項の内容や、当人の事情等を勘案して、上勤、非常勤の別が指定される。上勤の補佐官は、内閣総理大臣の許可がなければ、報酬を得て、他の職務に従事したり、営利事業を営むなどしてはならない。また、国家公務員法の規定により、特別職国家公務員とされ、同法、第2条の3では、 内閣総理大臣補佐官は内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官の後、副大臣の前に記載されている。組織の面では内閣官房に属するが、その名称及び職務の面では内閣総理大臣に直属し内閣官房長官から独立している。2014年の所掌事務改正に伴い、 内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官の職務遂行に係る規範が定められ、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官その他の内閣官房職員との関係が以下のように明確化された。内閣総理大臣補佐官が求められる場面としては、次のようなケースが挙げられる。第一次橋本内閣において沖縄の米軍基地、 ソベ通信所書一部用地の強制使用手続きに関する、大田正秀沖縄県知事の代理署名拒否問題解決のため、1996年8月から9月にかけて沖縄問題に通じており、人脈を持つ下神戸厚市国土町国土、審議会会長を、いわゆる密使として沖縄に派遣するなど交渉、処理に当たらせたが、この際いわゆる政府筋から下神戸を、 事実上の補佐官と表する発言があり、その旨の新聞報道もなされた。この時点で、すでに内閣法の一部改正により補佐官は法制化されており、この区段の約2ヶ月後に、初代の補佐官2人が任命されたが、下神戸が任じられることはなかった。ただ、任命されたうちの1人は沖縄担当とされたことから、下神戸が、 テストケースであったと評価する報道もあった。内閣総理大臣補佐官とは別に、内閣総理大臣の相談役的な立場の、非常勤の国家公務員として、内閣官房に内閣特別顧問を置く規則に基づき設置される、内閣特別顧問が、国政全般についての総理の諮問に応じて、助言を行い、また、内閣官房に参容を置く規則に基づき設置される、 内閣官房参与には各種分野において優れた指揮権を有する人材が当てられ、総理に対して情報提供や助言を行う。内閣官房長官、特命担当大臣、復興大臣及び各省の主任の大臣について2014年9月から大臣補佐官制度が発足したが、内閣総理大臣補佐官とは区別される。ありがとうございます。